ペロ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 。いたわ、ユミちゃんよ。猫になってるわ。まずは人間だった時の思い出を刺激してみるわね。ユミちゃん、あの時のこと覚えてるかしら。ほら、かわいい洋服を二人で買いに行ったわよね。私は楽しかったんだけど。待って待って、ユミちゃん、いいの？そんな猫のままだと黒影様が悲しむわよ。私は猫じゃない。私はユミ、黒影おじい様の孫。よし、人間の心を取り戻せたみたいね。私は一体。ユミちゃん、ちょっとピンボール台まで来てくれる？そうすれば動物顔を直せるから。ごめんなさいね、迷惑かけて。頼りにしてるわよ、ユミちゃん。あと、この人も手伝ってくれるからね。よろしくお願いいたします。ゲーム大会の参加賞の棚がすっからかんです。ガオー、私、クマだよ。
かわいいクマさんですね。思わずギューってしたくなります。ギューってしたら噛むよ。私クマだから。やっぱりかわいい。でもあんまりかわいくてちょっと嫉妬してしまうぷり。ユミちゃん、クマになったムラサキちゃんの可愛さに対抗してるの？そんなことしてないプリ。してると思うわよ。語尾にプリがついてるし。なんでもいいけど邪魔しないで。私今食事中だから。食事を邪魔する気はないけど、いくらなんでも食べ過ぎじゃない？いいの、私これから冬眠に入るから。ゲームして寝て起きてゲームして、たまに宅配ピザを食べて冬眠。それは楽園。はあ、クマでよかった。それは冬眠なのでしょうか、単なる引きこもり生活のような。そうですか。強行手段に出たくはなかったですが、こうなったらインターネットを遮断するしかありませんね。え？ネットのない引きこもり生活なんて、私生きていけないよ。では私を信じてついてきてください。必ず紫さんを助けてみせますから。でも知らない人について行っちゃダメってお姉ちゃんが言ってました。イムさんですね。私はイムさんともお友達ですよ。だから知らない人ではありません。イム、その名前には聞き覚えがあります。とても大切な人の名前な気がします。いい感じに記憶が戻ってきたわね。このままピンボール台まで誘導しちゃいましょう。ほら、ユミちゃん、このお菓子を使って。わかりました。紫さん、おいしいお菓子がありますよ。ほら、こっちに来てください。ガオー、お菓子をちょうだい。私が紫さんをピンボール台まで連れて行きます。そこからあとは。あなたにお任せします。私は他にも可愛いクマさんを知っていますし。そうなんですか。ええ、そのクマさんのことなら紫さんもご存知のはずですよ。いいですね。すごい、さすがです。ここからですよ。お見事。悔しい、絶対勝利。すごい、あまりいじめないで。コンプリート。さすが、嫌です。任務達成、おめでとうございます。押し切りましょう。アフターブレイクです。スピードアップ。
ところまで参りましょう。すごい、ポカポカするガウン。お見事。私さすが任務達成、おめでとうございます。アフターブレイク発生、お見事。モールリターンが発動しました。イッツショータイム。しっかりやれよな。おめでとうございます。さすがです。まだ、なんとか。なぜ、こんな。どうするつもりか。ボーナスタイム開始。こんなスコアを出せるなんて。やめろ、まだまだ先へ行けそうですね。さらに高みを目指します。成果が出ましたね。めちゃくちゃ攻め時ですよ。アフターブレイク発生。さすがです。スペシャルピーチミッションが出現しました。モールリターンが発動しました。任務達成、おめでとうございます。ミッションコンプリートです。お見事。モールリターンが発動しました。いいものをいただきました。スペシャルピーチミッションが出現しました。さすがです。まっすぐよ。ミッションコンプリートです。任務達成、おめでとうございます。すごい、ピーチポイントが溜まりました。あなたの力見せていただきます。あなたにはまだまだ先へ行けそうですね。どうなったら行けるところまで参りましょう。ボーナスゲット。さすがです。もうめちゃくちゃですが、あまりいじめに遭うて。今です。アスターブレイク、お見事。いや、あ、すごい。ミッションコンプリートです。ガウン、任務達成、おめでとうございます。さすがです。すごい。またな。ミッションコンプリートです。任務達成、おめでとうございます。寝てたいだけなのに。さすがです。くるる、お見事。どういうことですか。高みを目指しましょう。
ルベタンのことですね。ええ、そうです。思い出してくれたようですね。私はクマじゃない。可愛いクマはベベタンです。ベベタンといえば、紫さん覚えていますか？町で買い物をした時のこと。はい、私ベベタンのお友達を見つけたくて町に出かけたんですけど、一人で町へ買い物なんて慣れてなかったから、すぐに不安で胸がいっぱいになっちゃって、そんな時たまたまユミさんと会って。ええ、物陰でうずくまっている紫さんを見かけた時は驚きました。ユミさんは私の話を聞くと買い物に付き合ってくれて、すごく嬉しかった。一緒にたくさんお店を回りましたね。残念ながらベベタンのお友達は見つかりませんでしたけど。俺には紫さえいれば十分だしな。こいつ以上のマブダチはいらねえよ。だからベベタンのクリーニング用品だけ買ったんでしたよね。はい、いつでもベベタンをきれいにできるようにって。ベベタンは紫さんに愛されていますね。きっ、仕方ねえからこれからも愛されてやるぜ。ユミさんとお買い物した日のことは私の大切な思い出です。また一緒に行きましょうね。はい、ありがとうなユミ。紫が人間に戻れたのはお前のおかげだ。ほら、紫もさっさと礼を言いやがれ。ユミさん、ありがとう。紫さん、戻った早々で申し訳ないのですが、まだ他の方たちが動物になっています。お手伝いをお願いできますか？はい、もちろんです。あなたもありがとうございました。なかなか見事なプレーだったと思います。ですがあまり調子には乗らないように。無理をして怪我でもされたら困りますので。